ガクトのゲーム、ガメセンテル。さあ、コナミさんの悪魔城ドラクラ。懐かしいね。1986年、これは僕もう音楽が大好きで。どうも、これなんか覚えてるな。はい。あ、名前が。名前がいける。まさかこの名前が悪魔城ドラクラに入る日が来るとは。オーケー、いいね。エンド。では、スタートです。懐かしいですね。音楽が、これは名作だと思いますね。名作？はい、音楽がすごいと思います。なんで僕この曲、このゲーム知ってんだろう。でも、クリアするのは相当難しいみたいですね。あ、この音楽知ってるよ。はい。しゃがんだりジャンプしたり、武器を手に入れて強くなったりするんですね。しゃがむ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 。ファミコンのゲームですので、至って操作はシンプルです。これ何？これ武器の威力が強くなるんです。長さが若干長くなってる気もするんですけどね。あ、探検は A とかでできないですかね。投げれないですかね。上と A。上と A。 あ、本当だ。そう、何発でも投げれるのか。それはハートが減るんですね。あ、なるほど、はい、なかなか難しいですね。これハートを取ったからといってライフ、ライフではないみたいですね。違うんだ。ライフはまた違うものがあると思うんですよ。上のろうそくも全部壊せるんですね。あ、本当だ。本当だ。あれはスコアですかね。本当だ。体力回復はなかなか出てこないですね。なるほど。僕もこれはすごい子供心に難しかった記憶が上に。ああ、びっくりした、びっくりした。何何何何今の。何ですかね、狼かチーターか豹ですかね。うわ、危ない。うわ、なんか今ゾクッとした今。これ上行った方がいいの？いや、行かなくてもいいんじゃないですかね。ちょっと上行ってみよう。うわー、痛い。意外とこれハードなゲームですから、世界観がすごいあって面白いですよね。うわー、痛い。難しいですね。なんてことはない。スペランカだったら今のジャンプで死んでますね。確かに。うわ、死ぬ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 。難しい。難しいよ。ちょっと離れて攻撃っていうのがポイントなんですかね。これ上ですね。なかなか。悪魔城ドラキュラって敵がドラキュラなの？もう最後ドラキュラを討伐するための。 あ、そうなんだ、はい、じゃあ僕の知ってるイメージのやつじゃないな、はい、この人はヴァンパイアハンターみたいですね。 あのさ、はい、ドラキュラが主人公のやつってなんだっけ。ドラキュラが主人公は何ですかね。ちょっと今度ファミコンですか。あ、お、体力回復これか。ちょっとしか回復しないですね。これで左の方に。これ下に行けないですね。うわ、びっくりした。うわ、びっくりした。びっくりした。どっち。うわ、危ない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 。死んじゃう死んじゃう。なんか変なタイムみたいのを手に入れましたね。ん、何
上にナイフのとこが懐中電灯みたいに変わってますね。使ったらどうなんですかね。ああなるほど、止まるんですね。一瞬シュールだなシュール。あ、変わった。今度は中に清水、これで上でした。あ、危ない危ない。何それガムセンタルはここまで。この番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたらいけます。チャンネル登録してない人は真ん中のバナーをクリックして今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録してください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらコメントたくさん書き込んでください。チェックします。待ってるよ。じゃあまた明日。